サディカー、Hey guys, my name is Kwami. どうも、クワミです。よろしくお願いします。はい、本日はですね、なぜこんなサンバイザーをかぶってるかわかりますか？まあ、皆さん見たことある方もいらっしゃると思います。そうです。タイフェスに行ってきました。ということでね、いろいろもらってきました。まあ、これいいですね。はい、今日はね、雨だったんですが、出かけてきました。タイフェスにね、まあまあ楽しめた感じですね。まあ、残念だったのは本当に短い間しかね、いらんなかったというか、いなかったというか、いたくなかったという感じですかね。はい、雨がね、もし降ってなければもうちょっと長くいて、いろいろね、もう事細かく、いろんなものを食べ歩きしたりできたんですが、残念ながらそうはいかなかったんですね。すごく激しい雨だ。まあ雨の話はいいです。とにかく、短時間でも楽しめたんで良かったかなと思います。はい。I went to Thai festival today and I could enjoy Thai food, Thai culture and what else? Thai foods. So I want to share something Thai, something Thai with you through this video.I brought some Thai products, Thai food, so I'm going to show you. Okay. Number one, mango. はい。マンゴーですね。本当に揺れてていい匂いがします。This is Thai mango. Actually, my wife bought this one and.I think I can eat this one later. はい、マンゴーを買いました。で、次、はい、こちらですね。タイのバナナで包んで作ったチマキを買いました。チマキっていうとね、日本だと中国のチマキが有名なのかな。で、ご飯って感じがするんですけど、これはおやつとかお菓子とかそういう類のものらしいです。甘いものですね。はい。で最後に、こちらです。ドゥリアンを買いました。ドゥリアン、タイのドゥリアン。うん、結構ね、もう匂いがしちゃってますね。もうすぐにでも食べられそうな感じがします。ね、開けるときに、包丁で開けるんですが、怪我しないようにね、気をつけたいと思います。ドゥリアンね。うん、ちょっとね、近くでお見せします。はい、まずこちらが、マンゴーです。マンゴーはまあ給食とかでも出るので、まあ皆さん見慣れてると思います。で、次こちら。こちらが、バナナの皮で包んで作ったちまき。What is the name of this Thai sweets? カノンコ。カウトンマ。カウトンマという名前の、タイのちまきです。中国じゃない。カウトンマ。カウトンマですね。はい。甘いお菓子だそうです。で、最後。大きなジュリアンです。たくさん実が入ってそうで、期待してます。前回ね、タイフェスで食べた時は、ジュリアンが美味しくなかったので、今回は美味しいといいなと思っております。These are what I bought. And, this is mango, and this is durian. This is, how can I call this one? Thai traditional, rice sweets. It is called khao tom ma. This is, rice sweets covered with, banana leaves.It was steamed. It looks like just like rice, but it is sweet. Okay, I will enjoy this one later. Okay. Maybe I will show you how to open this durian later. はい、いかがだったでしょうか。本日タイフェスに行って購入してきたものを紹介しました。ですね、まあこちら本当にいい匂いがします。
まあ、あの人によってはこれが悪い匂いっていうんですけど、まあ、私個人としてはすごく、好みの香りですね。香りというか、まだそんなに臭くないって言った方がいいですかね。本当に熟れたものはすごく臭いです。熟れてないものは、例えるなら甘いチョコレートを食べてる感じですかね。本当に匂いはしないんですよ。ちょっとこれ来てるかなっていう感じ。本当にちょっとだけですね。はい、OK、This is famous fruits、This is king of fruits、Julian? Julian?、When you hear the name of Julian、you may think this is、very stinky, but、very very old Julian、smells bad, but young Julian smells just like nothing. Okay, and、young Julian、tastes very very nice without smell. I mean、it's like、chocolate.It's not like、other fruits. Maybe you should try one day. Okay, anyway, I'm going to wrap this up. Okay, thank you so much. Copper Cup.、thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、ご視聴どうもありがとうございます。今日はね、タイフェスに行って購入してきたものを紹介しました。見てくれた方どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。では失礼します。はい、カオトンマ食べます。まあ、本当に見た目はちまきです。バナナの皮で包まれたちまきね。これ中は本当にいつもと変わんないっていう感じ。このちまき見たことある。で実際食べてみます。はい、まずいとは言わないんですけど、口に合わないですね、甘いご飯っていうのがちょっと慣れないかな、まあちゃんと食べれます。完食です。バナナを入れたご飯を、バナナの葉っぱで包んで蒸したご飯、甘いです。という感じでごちそうさまでした。